どうも皆さんこんにちは、ドゥちゃんです。ドゥちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天呢，我跟文丹要带大家去日本一家非常有名的连锁甜点店，叫做シャトレーゼ。おー、シャトレーゼめちゃめちゃ美味しいよね。あんまり都会にあるイメージがない。なんかちょっと離れてて車じゃないといけなさそうなとこにある。熊本に来てからもう車を使っていろんなシャトレーゼ行ってるんですけど、美味しくて安い。いや、すごくね、親しみ深いかな。之前看电视的时候就有看到电视节目在介绍シャトレーゼ的东西，就有说シャトレーゼ的甜点他们的价钱都跟コンビニ的甜点差不多，甚至还要更便宜。まあコンビニと同じかコンビニより安くて、それよりも品質がいいみたいな。しかも量が多い。和菓子もあるし、洋菓子もあるし、あとピザとかもある。あるあるある。シャトレーゼ行くだけでなんかテンション上がるね。私と文丹もいつもシャトレーゼ行くの話したらめちゃくちゃ盛り上がる。所以我们两个想说可以拍一下シャトレーゼ的影片，让大家看一下就是シャトレーゼ里面卖的东西是怎么样。那我们两个今天又买网络上找到的シャトレーゼ最推荐的甜品前三名，然后我们两个再自己买自己想要吃的甜点一个，介绍给大家。那文丹，你跟大家讲一下前三名有什么？第3位、無添加契約農場卵のプリン。名前からして美味しそうなんだよ。第2位、ダブルシュークリーム。これ定番だね。これよくね、聞くよね。あ、でも前食う時に結構売り切れの感じが多いけどね。あ、そうそう、確かになかったかもしれないもん。1位、スペシャルいちごショートケーキ。これ食べたいね。これよく見るね、いちごのショートケーキはね。俺あんまりいちごが好きじゃないからね。私大好き。ここはルーちゃんに任せようかなと思います。食べます。あ、然后现在我们两个前面有シャトレーゼ的招牌给大家看一下。这个就是シャトレーゼ的招牌，就是这个咖啡色的。ゲタジャカ。好，那我们两个去买东西，走吧。走吧。シャトレーゼ是日本知名连锁平价甜点店，店内有贩售各式各样的商品，从日式和果子到洋果子到礼盒到红酒都有卖哦。店内的氛围也很舒服，我们在店里面晃了好久才买完东西。我们回来了，买完了，买完了。可是要跟大家说，我们没有买到第二名的 double sugar cream， 所以我们就买了第四名的铜锣烧。那我们就先从我们两个自己买的喜欢的开始好了。因为文丹他买的是冰，我们怕融化，所以我们就先吃个人。じゃあ僕のターン。食感が楽しいパリパリチョコバニラ。噔噔。这个文丹超喜欢的，他每次都是买一大袋，然后里面有差不多四五只这样带回去吃。これね、本当パリパリで美味しいの。噔噔。它其实已经有一点融化了。これ普通のコーンなしのもあるんだけど、やっぱ自分はコーンが好きなんでコーン付きで買いました。好吃？このパリパリ食感がめっちゃうまいの。你们看它里面都是满满的巧克力片，所以它吃起来就有那种巴里巴里的感觉。好吃。之前有在影片说过，文丹很喜欢吃巧克力，就巧克力口味的东西他都会买。今日はちょっとここで食べるので、パッケージで買ったら溶けるからこんな感じで。だけ買ってます。いつも6個入り買ってて、あ、家にアイスあるなと思ってたら、ルーちゃん全部食べてた。え、違う、私が食べたのは業務スーパーのやつ。あ、あっちか。うん、これ食べてなかったよ。全部ふーちゃんが食べたの。どっちにしろアイス食ってるよ。好，那我也来介绍我的给大家看。我的话呢是这一个，噔噔，文丹的脸挡住了。这一个是我刚才看到他们出的新商品，因为现在是 Moscato 的产季，所以他们就有出很多这种圣香葡萄的商品。然后这个是山梨县产的，这一个大幅里面就有一整颗葡萄这样子。一口可以果得快呢，你们看，那我来吃一口给大家看。ワッフルの中にも一個が入ってます。好吃，好吃。好吃。我本来以为它会蛮甜的，其实它里面奶油是有一点甜的，可是葡萄就是不会太甜，所以反而很搭。然后这个葡萄是连皮都咬得到的，所以不是那种很软的，就完全只有葡萄果实。你们看它长这样子，很好吃哎。嗯，美味しい美味しい。これ美味しい。さっぱりで食べれるの。可以买耶，好吃。接下来呢，我们要吃的是第四名的北海道时盛产的红豆生铜锣烧，看起来是普普通通的铜锣烧，然后里面呢有奶油跟红豆馅。红豆，大红豆。又打？擦擦擦擦擦擦，对不对？擦擦，怎么了？什么料？不是什么肉，因为太甜了，文丹要去买绿茶，那边有自动贩卖机。我们文丹回来了。哎呀大哥，哎呀大哥，うま、甘いもんめっちゃうな。第四名，时盛产红豆生どら焼き，噔噔噔噔噔。这个呢，也是我自己很喜欢的一个品项，它非常的好吃。这个就是那个铜锣烧，你们看里面
就是大家有没有看到，就是一坨一坨的鲜奶油。我觉得日本的鲜奶油很好吃，就是吃起来非常的不腻。まあ美味しい。ね、なんか生クリームがなんか逆にそんな甘くなくて、なんか中の小豆がすごい甘いから、うん、これで中和してる。甘すぎるって感じじゃないね。これ飲んだらまた食べにくいでしょ。めっちゃうまいわ。甘いものにあやたかは美味しいね。あやたかの CM みたい。甘いものにあやたかは美味しいね。あやたか。然后这个小福利是人好多，一直有很多车子进来，大家都要买甜点。接下来我们进入第三名，第三名呢就是布丁。布丁。对，第三名呢是这个无添加契约农场たまごのプリン。でもさっきカップルがこれ二つだけ買いに来てたよ。あ、そうなの？それぐらい美味しいんだろうね。あなた見てた？見た。これで、あのテレビ番組でも紹介されたことあるよ。結構自分プリンのね、こだわりがあるんですよね。我跟文章喜欢的布丁的种类完全不同。我喜欢那种滑滑绵绵的。これあの濃厚プリンが好きなの。私濃厚プリンあまり好きじゃないよ。だこれちょっと濃厚な感じがするな。它感觉也是有一点滑滑的啊，感觉这个也是我喜欢的布丁哎。うん、美味しい。思ったよりも甘くないわ。満分10分は给几分？8点。8点？高いね。ふーちゃんはこういうプリンあまり好きじゃないかなとちょっと思ったんだけど。いや、美味しいよ。じゃあ私も食べてみたい。なんかね、卵プリン好きなんだよね、俺。ふーちゃん好きそうだね。好吃哎！它那个布丁的地方有一点点焦焦的味道。它下面这个焦糖也不是固体状的，是液体的。このプリンはキャラメルと食っても。全然美味しいわ。シャトレーゼはね、東京とかいる時は全然車がなかったんで、行きたくても行けなかったんですよね。テレビとかでよく取り上げられてて、あ、行きたいなーと思ってたんですよね。一回友達とシャトレーゼ食いたいねって思って、大学の時に歩いて行ったんですよね。片道30分ぐらいの駅から。30分？すごくね、行った甲斐があった。爆買いした？うん。その時もね、結局アイスしか買わなかったんで。熊本に来てから結構私と文壇行ってるんですよ。もう4、5回行ってるよな。而且这个汤匙很可爱呀，就还很小。好吃？好吃。第1位です。ダン。ショートケーキ。ショートケーキ。里面应该有放保冷剂。置いてくれてるね。優しい。これ324円。おお。他の値段と比べるとちょっとだけ高いって感じね。じゃあね、いちごあんまり好きじゃないんでね、ショートケーキってあんま食わないんですよね。私もあまりケーキ頼まないかも。頼むでも超高ケーキなのかな。さあ、試食。美味しそう。開けますよ。僕お皿みたい。ダン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 。脱衣服啦，好香。哎，わかるね。好香，好香。まスポンジと生クリームの匂い好きなんですよね。文章，文章很喜欢吃甜食，他比我还要喜欢。まあ美味しいわ。怎么样？怎么样？美味しいわ。あ、これ美味しいわ。いちごが好きな人が食ったらめっちゃ好きだと思う。クリームも少しいちごの味がする。あ、これ美味しいわ。你们看它里面草莓的量还算蛮多的，等等。これ320円？对。安いね。好吃哎，它的那个鲜奶油好大哦。好大。奇怪，好大。算了。好大。我都无视了，你可以不要讲一次吗？它真的很厉害，它可以完全挖不挖到草莓，只挖海绵体跟奶油。不好草莓。讨厌挖不好加奶油，压倒挖不喜欢的哟。不喜欢小梅。小梅じゃなくて草莓。草莓。ああお腹いっぱいになった。これトップ5に最初しようかとルーちゃんと言ってたんですけど、きついねトップ5だったね。对，因为我们两个还要再另外买两个我们自己想要买的东西，那这样的话总共7个，我们就觉得有一点太多了，所以我们就想说好，那拍个 best of 3就好了，然后加起来的话是5个这样子，果然吃完5个就很饱了。おすごい2人でもこんだけになった。ねえ、あやたか、もう全部飲み切れそうだね。好幸福。好幸福。超幸福。超幸福。对对对对对。对，就是好。那日本的这家シャトレーゼ甜点店，觉得是很值得来吃吃看的地方。如果
住在日本的人应该会比较方便，有车的话可以去买一看シャトレーゼ。本当にシャトレーゼは美味しくて安くて、しかも量が多くて。さっき5個買って最後800円だけだった。安い。安い。好，那这个影片就到这里啦，不知道大家喜不喜欢今天的影片。如果你们还有想要看我们拍什么的话呢，都欢迎在下面的留言栏留言跟我们说，我们两个就会去拍拍看。好，那我们下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜，好吃。See you next time， 拜拜，好吃。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。